昔ながらのお店が立ち並ぶ岡山市北区宝冠町商店街にやってきました。今回ご紹介するのがね、こちらの赤ちゃん服、このね、使わなくなった赤ちゃん用品を物々交換できるお店があるということでね、この近くということなんで行ってみましょう。宝冠町商店街から北側の路地に入ってすぐ30秒ほど歩いたところにあるのがトリコ宝冠町店です。こんにちは、よろしくお願いします。あ、すごいです、この空間の中に赤ちゃん服たくさん。他にも ね絵本とか、 あとは奥のスペースにはおもちゃ、キーボードなんかもありますね。いや、本当にいろんな種類のものがものすごく数もありますけど、これどれぐらい数としては数百点はあるかと思います。あ、いや、すごいですね。ジャンルもものすごく幅広いですね。はい、衛生用品を除いて幅広く子ども用品を受け入れています。赤ちゃん用品っていうのは本当にすぐちっちゃくなったり、子供が飽きちゃったりしますもんね。それをこれだけのものの中から交換してもらえるというのは、これは嬉しいですね。今回私もですね、はい、うちの子供が1年前に実際に着ていた服を持ってきました。はい、これただね、1、2回しか着られなかったんです。そうなの？やっぱりね、綺麗なものの方がちょっとこう次の方に渡しやすいかなと思って持ってきたんですけど。そうですね、自分がもらって嬉しいものを持ってきていただけるとすごいベストかなと思います。お店の中にある服なんかもね、もう本当新品同様じゃないかっていうのがね、そんな綺麗なものばっかりですからね。基本どんな商品でも1対1での交換ということなんですが、これベビーカーですよね。はい、そうなんですよ、双子ちゃんのなんですよ。双子用のベビーカー、はい、服とベビーカー、はい、いやもちろんです。はい、1対1です。でもすごいシステムですね。はい、ということで欲しかった横並びの双子用ベビーカーと交換しました。本当に交換した？そうなんですよ、嬉しかった。すごいな。絵本もいいかもしれないですね、いっぱいあるんで。そうなんですよ、こちらレンタルで、はい、図書館のように借りて帰っていただけます。あ、これは物々交換の対象じゃないんですね。はい、そうなんです、いい無料で、次来た時にまた持ってきていただけたらそれで OK です。あ、いいですね、本ね、だんだんいろんな本も欲しがるんですよね。そうなんですよ、はい、自由に交換に来た際に借りられるっていうのは嬉しいですね。はい、期限がないのも、期限がないんですね。はい、ちなみにレンタル用以外に物々交換できる本もありますよ。なるほど。交換は初回は無料、2回目以降は1000円の入会費を払えば、その後は自由に利用可能です。宝冠町店のほかに表町にも店舗があります。細かいシステムや商品の状況についてはトリコ岡山で検索してインスタやブログでチェックしてみてください。この日も物々交換に訪れた人が、名残惜しくって、なかなか捨てれないものが多かったんで、特になんか新生児の服とかは全部持ってきて交換してもらいました。子どもの古着を他の方に利用してもらえたら一番いいかなって思います。うんうん、そうですよ。店内には子どもが自由に遊べるスペースもあるので、ゆっくり商品を選ぶこともできますよ。自身が働く司法書士事務所の2階の空いたスペースでボランティアでトリコを運営する岩田さん。実際に子育てをした経験が大きなきっかけになったそうです。息子が小さい時に、はい、なんかちょっと社会とのつながりみたいなのがやっぱりこう希薄に感じられる時があって、なんかまあその同じ年代のお母さん同士で集まって何かできないかなということで始めたんです。あ、なるほど。ここはだからその物々交換ができるっていうのももちろんですけど、はい、ちょっとこうお母さん同士が触れ合うような場所になれば、そうですね、こうやって遊ぶスペースがあって、はい、本もレンタルできて、はい、そのついでに物々交換もできるってなれば、本当にお母さんたちにとってはね、一つ憩いの場になりますもんね。ほっとここに来てほっとして帰っていただけたらなと思ってます。
営業日や時間は各店舗で異なります。思い出の詰まった子ども用品を次の世代に受け継いでみませんか。